新宿や池袋などの繁華街に R の文字が書かれたシールが大量に貼られているのが見つかった。一体誰が何のために都知事選に出馬した全参院議員の蓮舫氏との関連も指摘されるが蓮舫氏は自身の関与を否定した。JR 新宿駅の目の前では多くの人が往来する一角にも謎の R のシールが貼られていた。 新宿駅の周辺を歩くと、郵便ポストにも、R のシールが貼られている。黒字に白抜きの R のロゴが書かれたシールが、電柱、案内板、道路の表示灯に加え、ゴミ箱にも、きっと、が調べただけでも、新宿駅周辺では37カ所に貼られていた。同じ R のシールは、 池袋駅周辺でも次々と発見され、少なくとも20カ所で確認された。シールは繁華街だけでなく、杉並区でも。最近、どこかで見たことあるような、R の文字は、一体何だろうか。街の人からは、楽天みたいなマーク、電車かな、JR の、といった声が聞かれた。この R のシールをめぐり、 小池都知事が特別顧問を務める都民ファーストの会の小島公平都議は SNS で次のように投稿した。蓮舫さん陣営は街中に貼りまくった R のシールを早急に剥がしてください。R といえば小池氏に敗れた蓮舫氏のイニシャル。選挙戦中、蓮舫氏は R の文字がプリントされたシャツを着ていたが、 比べてみると似ているようにも見える。地元には SNS で、蓮舫氏の支持者が、シールを貼るのを目の前で見た、と投稿。蓮舫氏の陣営に、R のシールを剥がすよう求めたのだ。7日、落選直後の蓮舫氏に記者から、蓮舫さんの R、これをかたどったステッカーが都内の繁華街で多く確認されているが、 こういった行為に対してどう思われますかと質問が飛んだ。これに対し、蓮舫氏は全く意味がわかりません。と関与を否定している。誰がどんな目的で貼ったのか明らかになっていない。ただ、電柱などの公共物にシールを貼ることについて、アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士は、 場合によっては、軽犯罪法一条33号の、張り札などを他人のものにしてはいけない、という規定があり、この規定に抵触する可能性がある、と指摘した。と、7月9日放送より、